公衆のとある日、その人は突然現れた。私より背が高くってルックスも申し分ない。だあ、鈴木くんって言うんや。もう胸がキュンキュンしっぱなしや。ところが例のドチビが私を呼び出した。なんか話があるとか。一体なんやねん。なんでわざわざ学校終わってまであんた通らなあかんのよ。学校ではでけへん大事な話や。きっしょいな。何？お前鈴木みたいのが好みか。なんやて。わっかりやすいの。なんでバレてんやろ。金でも脅しとるつもりか。まさか、僕ちゃん超いい人だもん。ちょいと僕が鈴木くんに声をかけて友達になって、仲取り持ってやってもええ思てますねんで。え、マジっすか。 Yes, I do。 よっしゃ、ほな姉ちゃん何でもおごったる。包み焼きうどんか、たこ焼き定食か、筋焼きパーラーか。筋焼きパーラー任せろ。と田中さん。は？え、今度の日曜？うん、暇やけど。ほんま？せっかく夏休みやしさ、プールとか行けへん？のぶちゃんと中尾くんのバカップルも行くし。行くで。わあ、楽しそうやな。行く行く。あと、あたしのお友達も来んねんけど、ええかな。うん、ええよ。人数多い方が楽しいし。鈴木くん。オール阪神。大谷や。ああ、それ僕とお友達にならへん。ええけど。ちゅうわけで大谷との共謀で、なんやようわからんけどプールに行くことになった。私のお目当ては夏期講習の時に運命の出会いを果たした鈴木くん。逆に大谷は私の中学からの親友でもある田中千春ちゃんがお目当てのようや。他には同じクラスで仲のいいのぶちゃんとその彼氏と仲おっちも来るんや。とにかくせっかくのこの機会。私より背が高くって顔も結構イケてる鈴木くんとちょっとでもお近づきにならいでかい。恋のチャンスは逃さへんで。またへえ。遅いね。行こう行こう。せやけどあんたが千春ちゃん好きとは思えへんかったわ。アホか、めっちゃ可愛いやん。同じクラスになった時一目惚れしたもん。俺より小さいしな。あー、まあ女の私から見ても千春ちゃん可愛いもんな。実は悲しいお知らせが一つあんねん。なんや。千春ちゃん男嫌やねん。マジで。ほらもう今日は男いっぱいでビクビクしてるわ。ほんまや、可愛い。あのな、男嫌いがなんやねん。そんなん俺が直したる。そら頼もしい子ですな。小泉も早鈴木んとこ行ったらな。なんで俺ここにおんねやろうみたいな顔なってんで。う、彼女もおらん言うてたぞさっき。ほんま？あとはお前が頑張れ。
あんたもな。よっしゃやるで。チュッ、夏パーティーや。二人祭りがおるで。仲良しやな。こうなったらバリバリ頑張るで。サンキュー大谷。お前嬉しいか？嬉しい。1年ぶりやプール。私も私も。あ、気持ちいい。やっぱし学校のプールとは違うな、趣が。けど小泉が浮かんでたらなんかの海の乗り物みたいやな。ちょっと乗ってみて。私はサーフボードか。流れるプールで立ち止まんなよ。流れ、せき止まってる。あんたが流されると思ってわざわざ止めたってんねやろ。いいから流れ。あんたこそ流されんなよ。そう言いながら、なに？ふわー！流れに乗ったら、波に飲み込まれて溺れてしもたんや。何すんねん、やめろ。とにかく、皆さん。黙れ、チビ。淀川まで流されてしまえ。どうや俺の泳ぎ。小さい頃は魚の大谷って呼ばれてて。小さい頃？今でも小さいやん。お前泳ぎへったくせやな。バッシャンバッシャンしぶきだけやんけ。これは私が編み出した新型泳法、バタフライクロールや。それ溺れてるだけやん。ちゃうわ、プールの水かき出してんねん。負けず嫌いな女やな。泳ぎ教えたろか。せやな。じゃあ超待っといて、浮き輪持ってくるから。お前は小学生か。お前が使えるような浮き輪なんてこの世にないやろ。心配せんかて、ちゃんとトラック用のタイヤを浮き輪代わりに持ってきてます。ウォータースライダーや。めっちゃ面白そうやん。超待って、二人一組でやるやつやん。何をテレポンねん、キモいな。私も一応レディーやし。見てみ、キャー言うてんで。滑りじゃん。私はキャーやなくてウヒーって言いたいタイプやねん。じゃあ一人で行くわ。しゃあない、私も行くわ。そしたら乗るで。やっほー。気持ちええな。お前がでかいからスピードも。あんたが小さいから抵抗少なかったし。まあどっちにしてもおもろかったな。うん。ハハハハ。何すんの。ちゃうやろ、はしゃいでる場合か。あんたもやんか。鈴木とこ行ってこい。あんたも千春ちゃんとこ行ってこい。やばい、あんまりの嬉しさに大事なこと忘れてた。鈴木くん、あっちで一緒に泳ごう。うん。小泉さん、大谷と付き合ってんの？あの……うん。楽しんでる。大谷。4人でビーチボールしようぜ。しゃあないな。何がしゃあないね。なんもせんと2人でプカプカ浮かんでておもろいか。だって何しゃべっていいかわからんねん。もう猫かぶってええかっこしようとするか。そんなことにゃい。俺と同じように鈴木と話したらね。あんたと鈴木くんを一緒にせんといて。体の割にちっこい心臓やな。
体の割にが余計や。お前みたいな巨人がおどおどしてるとキモい。なに？それそれ、普通にしとったらええね、普通に。えっ、痛いな、もう。いきなり背中叩くな。さあやるで。結構ええとこもあるやん。おかえり、おもろかったやろ。めっちゃおもろかった。お前ら知らんうちにえらい仲よなったな。なんかあったんか？またやってもうた。お前のせいやぞ。なんでや。そうや、鈴木くん、さっきのめっちゃおもろかったで。怖いやつ？全然怖ないって。ほんま？じゃあ後で俺も行く。はーい、行こう行こう。ええ感じや。大谷もええ感じになってるやん。っていうか、千春ちゃんの男嫌いがほんまに治ってる。すごいな、あいつ。千春ちゃんと鈴木くん、同じ方向や。大丈夫やろか、千春ちゃん。大丈夫やって。鈴木ええやつやし、千春ちゃんは俺とラブラブやし。そうや、めっちゃええ感じやったな。まあ、いつものあんたとはえらい違いやな。爽やかさとか。は？そりゃ誰かと違って紳士的に振る舞ったし。よう頑張った。せやけど、もうちょい背高かったらな。今のこの話の流れで性の低さは関係ないやろ。でもお前もそれなりに女らしく振る舞ってたんとちゃう？そりゃ相手は大人の男性ですから。お前がプールに夢中になった時はどうなるの？あんたもやー言うてたやん。千春ちゃんに俺のことをどうやったかって聞いといてな。さりげなくやって。そんなもん自分で聞いたらええやん。お前せっこいな、教頭先生ちゃうか。生と校の間に小さい通を入れんな。しかし今日の後半、俺と千春ちゃんいい感じやったと思う。浮かれすぎ。でも気持ちわかるけど。まあでも小泉もええ感じやったやん。ありがとう、大谷のおかげやわ。おう、明日からも頑張ろうぜ。おう。せやな、私も大谷もこのままうまくいったらええな。一緒に幸せつかもうぜ。でも小泉さんはなんていうか話しやすい。多分目線が一緒ぐらいやから女の子って感じがせえへんのやと思う。てなことをお互い言われてしまい撃沈しかけたところで、愛の鞭ならぬ愛のパンチってわけ。結局鈴木くんも。もしかして鈴木くん千春ちゃんのこと好き？ちゃうよ。何言うてんの？だって顔。ちゃう。熱いね。じゃあ俺先行く。
ちゃうで。何それ。あんな絶対好きやん。好き丸出しやん。てなわけや。俺は千春ちゃん諦めへんぞ。明日からも頑張る。大谷。俺まだ何もしてへんもん。これぐらいでいちいちへこむんやったらもう誰も好きになるな。さっき千春ちゃんから男としてダメ出しされた時のお前からの遺言や。死ねえわ。人を勝手に殺すな。思い出したか、自分で言うたこと。俺小泉が追ってくれてよかった。俺だけやったらあのまま一人でいじけてたとこや。エンジニア大谷、何かと腹立つ相方やけど、私は多分大谷の気持ちを誰よりもよくわかる。悩みどこは全然逆でも身長っていう同じコンプレックス持ってるから、だから大谷が頑張るって言うたら私も頑張れるような気すんねん。せやな、私も頑張るわ。私もあんたのパンチで目覚めた。ここで諦めたらこの先ずっと身長気にして背中丸なりそうやもん。よっしゃやるで。遅なりました。なんやお前ら、大遅刻やぞ。次の舞台のネタ合わせしてました。せやったらしゃあないな。ちゃうで、ちゃうねん。わかったわかった。大谷くん、なんか顔腫れてない？ちょっと気合い入れて。さてはて、デコボコ漫才師の未来やいかに。夏祭り出たで、ラスボス。ついに決戦の時や。経験値、装備ともに十分なはずやし、楽勝パターンや。な、何それ、そんな攻撃あり？やば、一人やられた。よっしゃ、これで決まりや。すごい寝言やな。まあでかいとか言う以前に、女度が極めて低いっちゅうのは事実なわけで。お前のアホさ加減には開いた口が塞がらんわ。ラスボス倒すことで頭いっぱいになってもうてな。ゲームで技出してる暇あったら女としての技を磨け。はあ、中尾に聞いてんけど、もうすぐ夏祭りあるやろ。ああ、そうやな。それみんなでまた行こか。ええけど、中尾くんとのぶちゃん呼んだあかんで。あの二人、鈴木くんと千春ちゃんくっつけようとしてるから。はあ、頑張っても無駄かもしらんとか、あんな顔して頑張ってる大谷にかっこ悪うてよう言わんわ。ほな俺千春ちゃん誘っとくから、小泉は鈴木誘っとけよ。うん。プールの時の二の舞繰り返さんようにせんとな。行ってから別行動な。
私は大谷の気持ちを誰よりも分かってるって思ってたけど、全然や。大谷は私なんかよりもっと身長のこと気にしてるはずや。私なんかよりもっと辛い思いいっぱいしてるはずや。そんな気がした。私大谷のこと何にも分かってなかったやな。まあええねんけどな。そんなわけで、私と大谷、鈴木くん、千春ちゃんの4人で夏祭りに行くこととなった。大谷、千春ちゃんらまだ？びっくりした。誰かと思った。え、やっぱおかしい。気象？いや、あかんな。やっぱし人間無茶はあかんよな。まだ何も言うてへん。ええねん、もう分かってる。そっとしといてくれ。あかん、帰りたなってきた。ふん。笑うたやろ今なあ。ちゃうって今のは。ごめん遅くなって。あ、途中で横転。すいません。こっち。え？あ。ぶつからないように人の多い方と変わってあげたわけやね。わかりにくい。わかりにくいけど、にくいね。どうよ。何が？ものっそええ感じになってはんで。付き合いたてのういういしいカップルみたいやな。ほんまや。やっぱあかんな。こんな私の入る隙なんかどこにもない。頑張ってもしゃあないわ。大谷、私鈴木くんもうええわ。降りる。え？だってあんなんもう無理やもん。でもせっかくええ感じやのに邪魔すんのも悪いしな。小泉、もうええわ。すっぱり諦めよう。まあ初めっから振られてるようなもんやったけど。あのな、千春ちゃんな、俺と喋ってる時も鈴木の方チラチラ見てんねんで。そうなん？そう、失礼な話やで。へえ。小泉。何？このままあいつら二人きりにさしたろか。いいの？邪魔すんのも悪いしな。知らんで。おう、いっそくっついてくれ。その方がスッとするわ。やけくそか。漫才は引き際も肝心。もうええわ。ありがとうございました。滑りまくりの漫才やったな。よっしゃ、今日はあいつらほったらかして、パーッと遊ぼうか。おう。ありがとう大谷。あれ、リサちゃん、大谷くん。大谷が一緒におってくれてほんまによかった。私一人やったらもっとへこんでたと思うね。夏祭りなんて去年の夏以来や。その前は一昨年の夏やったな。私も。あ、それって毎年夏祭り来てるってことやん。ややこしい言い方すんな。まずは夜店の定番、水で濡らしたら溶けてしまいそうな髪のついてる針金の輪っかを金魚のいる水槽の中につけて髪が破れる前に捕獲したらその金魚もらえるってやつやろうか。これって金魚すくいのことやんか。回りくどい言い方せんといてよ。そうか、あれはそういう言い方もあったんや。普通そういう言い方しかせんわ。早速やろうか。私魚嫌いやから金魚すくいはパス。
したら隣の射的でもしようか。鉄砲の先についてる弾で景品を撃ち落とすんや。でも小泉やったら景品に直接手が届きそうやけど。金魚一匹も用途れんかった男のくせにしょうもない冗談言うな。よし、今度も俺から行くで。あれ、外れた。このヘッドクソ、次は私や。当たった。景品落ちてけえへん。そんな遠くから撃っても景品は落ちへん。もっと鉄砲の先を的に近づけんのや。こんな感じ。俺の顔に近づけてどないすんの。あ、ごめん、小さいから景品やと思ったわ。よし、もう一発。やった、また当たった。あれ、また落ちてけへん。どんくさ。的に用は点あんてよりマシや。せやけど、これ絶対おかしい。おっちゃん、景品両面テープかなんかでくっつけてんねやろ。そんなイカサマするわけないやろ。あんたら冷やかしか。こうなったら確かめるしかないな。えいっ。こいつ、景品直接手で掴んでしまいよった。このおっちゃんのインチキを証明してんねん。せやからインチキちゃう言うてるやろ。商売の邪魔や。金返すからとっとと行ってくれ。お前何してんねんな。景品取り損ねたやないか。あんなもん絶対インチキや。そんなに景品欲しかったら輪投げでもしたらええやん。輪投げか。それやったら得意中の得意や。日頃バスケで鍛えた腕。実際景品と間違うて自分で自分に輪っかかけんようにな。ごちゃごちゃ言わんで黙って見とけ。せーの、そら。おお、やった、入った入った。景品に入ったね。そんな一番手前のしょうもないお菓子取っても自慢なるか。どうせやったらいっちゃん向こうのカメラ取ってみ。ほな今度はカメラ撮ったら。ゲームするお金ちょうだい。はいはい、僕一回200円やったな。アホ、なんで私があんたの遊びにお金出さなあかんの。カメラ撮れたらお前にプレゼントしたのやから、はよ出せ。はよ出せって人をなかなか大当たりがけえへんパチンコ台みたいに言うな。でもその腕確かかもしれんな。よし、あんたにかけた。はい、200円。マイダリー。よっしゃ、行くで。えい。あっけなく外れた。ま、こういう。何やってんねん。ああ、金ドブに捨ててしもた、このアホ。猿も木から滑るっていうやつやな。それを言うなら猿も木から落ちるや。軽く失恋してんのに、なんか楽しい。大谷が一緒におってくれたおかげやわ。楽しい。もう千春ちゃんら帰ったかな。帰ってんちゃう。そやけど、夜店だけでこんな長時間遊べんの小学生か俺らぐらいやで。今日は何しに来たか分かれへんな。はは、ほんまや。なあ大谷、今度はあそこ行ってみに。あそこって境内か。やっぱし神社に来てるんやから、お願い事していこうや。それもそうやな。なけなしの100円、お賽銭に使ってしもた。小泉は神様に何頼んだ。もうちょっと背を低くしてくれ。そんなネガティブなこと頼めへんわ。せめて私より1センチでもいいから高い彼氏を授けてくださいって頼んだんや。冗談や冗談。すぐに喧嘩。あんたの冗談は冗談になってないんや。でも俺は小泉にもいい彼氏ができますようにって
お祈りしてあげた。ほんまに？ありがとう。私もあんたの背の低さ気にしいひん彼女ができますようにってお祈りしてあげるわ。いらんお世話や。俺は付き合う女は自分より背が低い。それって私とでも付き合えるってこと？まあお前がもうちょっと女らしかったら考えてるわ。せやな、私は背も高いだけやなくて言葉遣いも悪いし、着物着てなかったら男と間違われてもしゃあない女やしな。まあでも別にお世辞なんて言うていらんわ。あ、大谷、今度あれ。あれ、大谷、大谷、ここおるっちゅうねん。ああ、びっくりした。小さいからすぐ見失うわ。喧嘩売ってんのか？あ、ごめん。なんやねん、気色悪い。調子狂うわ。大谷ってちっは？いや、大谷って小さいのに手はちゃんと男の子やねんな。ほねほねしているとか言うたらしばかれるかな。なんやねん、もう調子狂うんはこっちの方や。なんや、オール阪神巨人は学校の外でも仲良しやったか。先生、こんなとこで何してあるんですか？夜回りに決まってるやないか。そやけど、お前らがそんな関係やったとは知らんかったな。これは違うんです。小泉、なんでお前を…はぁ、あ、何言うてんの。逃げてきたのはあんたの方やろ。お前が寂しそうにしてたからボランティアで握ってあげた。なんや、同情してくれたん。おう、キリン、いったなんて叩くねん。タコ、その分背伸びたやろ。感謝しいな。なんやお前、やるのんか。こんなやつらチビやからって容赦せんぞ。お前ら、なかなかおもろいネタやな。そうか、夏祭りを題材にネタ合わせやってた。いや、邪魔して悪かった。あ、こんなところで油売ってられんわ。ほらな、また学校でドカーンと頼むで。はい。危ないとこやったな。ほんまや、危うくあんたと恋人同士やって誤解されるとこやったわ。でも、これは誤解されてもよかったかも。いや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 、あかんあかんあかん。手握っただけで、こんな奴に心許したらあかんって。はぁ、あ、なんか疲れたな。なんやかんやで、夜店も一通り回ってしもたな。小泉、結局何も食べへんのか？私、家でご飯ちょっと食べてきたもん。なんやろ、なんか変やな。何食ったん？焼肉屋さんのチョレギサラダ。チョレギか。それうまい？うん。ふん。帰ろっか。うん、なんか変な感じ。